はい、皆さんこんにちは。さあ今日はですね、土屋カバン製作所のエルファスナー、この人気商品ですよね。これ私ね、もう4年ぐらい使ってるんですよ。で、どういう風にエイジングしていったのか、これね細かく見ていきたいっていうのと、あと使ってみた感想ですね、これもちょっとお伝えしていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。まずですね、これは毎日ガシガシ使ってたわけではないですね。使わないで部屋に置いといた時期もあれば、あとはバッグに入れといた時期もありますね。今は毎日バッグの中に入れて、何かコンビニとかに行く時とかはちょっとこう持ってね、ポケットに入れて使ってます。さあこれなんですけど、これはもともとオークという色です。これね、だいぶでも色変わりましたよ。茶色くなったんですよ。でね、これツヤツヤしてるでしょ。すごくね、触ってて気持ちいいんですよ。で今ね、こう小さい傷とかありますけど、最初は傷とかね一切ないですよね。それでバッグとか入れると、まだ使ってもいないのに他のものと当たって傷とかつくんですよ。あー傷ついちゃったなんて最初のうちは思ってたんですよ。だけど、いやいや、そんな傷なんかもうどんどんついちゃって全然構わないですよ今は。だって傷ついたってだんだん馴染んでくるんですよ。そしてそれがどんどんいい味になってくるんですね。今は傷なんか全然怖くないですね。そしてこのツヤツヤですよね。オイルも定期的に塗ってます。1年に1回とか、まあちょいちょいですけどね、やってます。あとはブラッシングしたりとかですね、こう汚さないようにやってます。さあこれはミシン縫いなんですけど、すごい綺麗に縫えてますよね。このね、やっぱりしっかりしてるんですよ。この最後のね、糸を二重にするところとかもきっちりとね、ちゃんとなってるんです。さあこのコバもね、これも綺麗ですよね。これも土屋カバン独特のこうコバの感じがしますね。こうなんかね、タフさよりも品があるって感じですね。この糸とこのコバの処理が品がある感じになってますね。さあそれではいよいよ中見ていきましょうね。実際ね使ってるのでこう入ってます。で今はお札はこういう感じですよね。ここに入れてます。でこういう風に今使ってましたけど、いろんな使い方できますよね。こっち側に入れちゃうっていうのもありですよね。片っぽにこういう風に入れておくっていうのもありですよね。でもう片っぽはカードとか入れておくってこともできますね。そして真ん中は小銭が入ってます。ちょうどね、こう大きさとかもお札で見てもらうと分かるんですけど、千円札を半分に折るとこういうサイズ感ですよね。すっぽり入ってきますね。余裕で入りますこれね。これちょうどいいですよね。それでこうやって折り曲げたくなかったら、さっきみたいにここに挟めちゃう、こういうやり方もありますよね。それでね、これ使ってて思ったのが、これはぺっちゃんこよりもやっぱりね、中に入ってた方がねかっこいいですよ。だからね、今カードとかも入ってなかったんですけど、カードとかをこうわざと入れてね、ちょっと膨らみを持たして、そうするとね、もっとかっこいいですよこれ。これね、ズボンのポケットにも入りますからね、このサイズ感がいいですよね。さあ一回ちょっとね、中のお金の方出しちゃいますね。そしてこの表のヌメ革、これはですね、だいたい厚さ 1.6 とかそんくらいですかね。そしてこの後ろ側もしっかりとコバの処理がされてますね。ちゃんとツルツルになってます。そしてこの今度は中のこれですね、これは 0.5 とかそれくらいの厚さ、これは薄い革ですね。そしてここの中はコバの処理がされていないんですね。ただこれもふんわりしていい感じだと思います。自分はここがコバの処理をされてない、これは自分は好きですね。
さあ、あとここにですねあるんですよ、土屋鞄製作所のこのロゴですよね。これがここにあるんですね。かっこいいですよね、このロゴ、このデザイン、これはすごいかっこいいと思いますね。これがあえてこの内側に入ってるんですね。外側にないんですよね。内側に入っているところがまたかっこいいですよね。さあどうですか、このシリーズ。僕はねこれ4年使ってみてすごい使いやすかったですね。もうサイズ感もいいし、あとおしゃれですよね。非常にかっこいいですよ。これはさりげなくねこうぬめ革を使ってるっていうこの雰囲気がねすごくたまんなかったですね。でエイジングなんですけど、これ4年使った割にはエイジングしてないなって思います。土屋鞄製作所のこのエルファスナーに関してはちょっとエイジングしにくいのかなっても思いますね。ただこの革本来のヌメ革本来のこの風合いですね、これは非常にしっかりしたものですね。ファスナーのところもすごいやりやすいです。今まで4年使ってて一度もここ引っかかったなとかそういうことはないですね。ずっとこれ使いやすいです。さあそしてこれ価格がですね7150円だったかな。非常に、リーズナブルですよね。これだけしっかりしたヌメ革を使ってこの職人のしっかりとした手仕事によって作られていますね。そしてこのなんといってもこのエルファスナーというこのデザインですよね。これが非常に魅力的ですよね。この品があるけど男らしい土屋鞄のエルファスナー、これはねなかなかいいものだと思いますよ。